はい、はい、そうですね、今、怪我人もいなくて、まあ、その中で、まあ、できることをしっかり今、やってる途中で、まあ、この土日、自分たちにとって天皇杯の敗戦からまた、リベンジできるチャンスなんで、まあ、そのためにもうチーム一丸となって、まあ、準備しています。はい、ありがとうございます。ご質問のある方いらっしゃいますか？お疲れ様です。さっき、まあ、ビッグローさんも言ってましたけど、やっぱ天皇杯スリーポイント早すぎたってところで、はい、まあ、話せる範囲でいいですけど、はい、どんな風な対策をしていきたい？そうですね、やっぱりこう、まあ、千葉さんが勝つゲームっていうのもスリーポイントがやっぱ当たるゲームで、平均でもやっぱり30本以上スリーポイント打って10本以上決めてるチームなんで、まあ、そこのところをどれだけ自分たちが抑えられるかっていうところと、やっぱり前回やったそのスリーポイントのところも含めて、あとはもうやっぱりドライブキックのところでかなりやられてるんで、まあ、そこら辺もう一回、誰がローテーションして、どういうタウンショット打たせてっていうところまで持っていけるか、あとはもうリバウンド争いかなり、大切になってくると思うんで、もちろんそのこうドライブキックしながら、ね、スペーシング作られて、でやっぱりそのミスマッチになるところっていうのは出てくると思うので、まあ、それをどれだけ自分たちがファイトできるかっていうところかなっていうふうに思ってるんで、まあ、ちょっとマンツーマンのところはそこで、はい、やりたいなっていうふうに思います。昨シーズンもその千葉とレギュラーシーズンやった後に、はい、2戦目でこう今村さんのブザービーターで勝って、まあ、すごいさっきから勢いもついたイメージがあったんですけど、はいはい、なんかこの千葉とのこのタイミングの2連戦っていうのはどんなこう意義っていうんですかね。そうですね、やっぱりそのレギュラーシーズンの前回のゲームもすごく頭に残ってますし、やっぱりああいう試合をこうヒリヒリする展開でやっぱり勝ち切るっていうところっていうのはすごい重要だと思ってるんで、まあ、まずあそこにしっかり持っていくっていうところが重要かなというふうに思いますし、まあ、今回ホームで戦えるんで、まあ、本当に自分たちにはたくさんの味方がいると思って、失敗怖がらずしっかりチャレンジしながら戦っていきたいなというふうに思います。ありがとうございます。はい、まあ、天皇杯、僕らは完敗したチームですし、今回、ディフェンスまずそこ部分でやっていきたいと思います。でその部分でやっぱり個人的に、選手を挙げるとスミス選手だったり富樫選手、そこの部分に簡単にスリーポイントを与えないように、やっていきたいと思いますし、やっぱり守るにあたってその全部が全部守れることはないと思うので、その部分しっかりチームとコミュニケーションを取りながら改善してやっていきたいなと思っています。はい、ありがとうございます。ではご質問のある方いらっしゃいますか？お疲れ様でした。今おっしゃったように天皇杯の時なんですけど、はい、やっぱり富樫選手とかスミス選手からスリーポイントをやられて、はい、あれはなんかこの個人の強度が足りなかったのか、なんかチームとしての守り方に課題があったのか、どんな風に？そうですね、個人的なその思ったことはやっぱり、まあ、フィジカル面がもうちょっと足りなかったのかなっていう部分で、やっぱ富樫選手はもうフィジカル面を嫌ってる選手だと思うので、その部分しっかり出したら、その1本目のシュートから外れるようにやっていきたいと思うし、その1本目外すことによってリズムがこう崩れたらいいなと思って、そのフィジカル面でしっかりタイトにやっていきたいなと思います。個人としてやっぱ意識するのは富樫さん。そうですね、まあ、天皇杯の部分で僕自身そこをヘッドコーチに求められてて、その部分一つもできなかったと思うので、またリベンジして、また CS につながる大事な試合だと思うので、そこでしっかりチームとして、行くようになれたらなと思います。まあ、その CS の話ありましたけど、ここでこう千葉に勝つと負けるではなんか今後に向けてなんかどんな違いが出るとか？そうですね、やっぱり僕らはディフェンスのチームだと思っているので、千葉さんはオフェンスの威力がすごいチームなので、そこでこうまたタフなゲームになると思いますが、そこで勝ったらやっぱりチームとしてやっぱりディフェンスができたから勝ったんだと思って、その自信がつながると思うので、やっぱその部分を大事にして戦っていきたいなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
います。はい、では、ビクロ選手の囲み取材始めさせていただきます。まず千葉戦への意気込みからお願いします。I'm pretty excited just because it's the next game on the list, and you know, we have a 4-game lead in the Western Conference. Hopefully we got 6 more really important games coming up. Chiba, Nagoya V, Shimane. We really need to win these games and stretch our lead in the West so we can win the Western Conference. I think it's good that we get to play Chiba and kind of get our revenge and just show a lot more fight and toughness in this next game.非常に西地区を戦い抜く上で非常に大事な試合になってきますし、この千葉の後も重要な西地区の試合、島根であったりだとか、残りの5試合、西地区の強豪との試合続いていくので、そこに向けてまず非常に大事な2試合になってくると思います。で、その2試合、自分たちが、相手は非常にいいバスケットボールをしてくると思うので、自分たちもそのタフさで負けないように、頑張っていきたいと思います。お疲れ様でした。通報の中峰です。よろしくお願いします。前回の天皇杯がかなり悔しい負けだったと思うんですけど、あの時にどんなところを課題に感じましたか。敗因っていうんですかね、どんなの課題に感じたか教えてください。 So after almost against the Chiba final, so what is the biggest issue you have against the Chiba final? They scored 117 points, I think, so defense, and I leave it as much as that. I think that we let them play a little too easilyEveryone on their team made shots. It wasn't just the key players like Tagashi, Mooney, or Smith, but all of them made shots and kind of killed us. So we'll just say defensively, we'll be a lot better. やはり110点以上の失点をしたディフェンスの部分だと思っています。富樫選手だったりとか、スミス選手、ムーニー選手だったりと、そういった主要の選手たちに、イージーにこうスコアをされてしまっているケースが多く目立ったので、その部分を改善していけたらと思います。話せる範囲で構わないんですけど、具体的にどんなところの守りを変えていきたいですか。 So what do you mean to adjust the next game?No more three pointers. Three point,相手のところを取っていけたら。あともう一回フルストの対戦になりますけど、手前でやりましたけど、そのフルストやるっていうのは意識する部分ってありますか。Yeah, again, you're gonna play against the team that you play for until next season. So how excited are you the team that you used to play until last season? Man, I'm excited to see them, but I won't show my excitement until after both games.そして非常に自分としては楽しみな部分はあるんですけど、それ以前に自分としては自分のやるべきことに今回してやりたいと思います。ありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは241でした。